おはようじゃんけん。朝一のうんちをして結構興奮状態です。じゃんくん、じゃんくん、じゃんくん、朝ごはん食べに行かなきゃいけないんで、一人で遊んでてください。かわいい。ポンちゃんは箱で顎乗せしてます。じゃあね。はい、そうします。だね。じゃあ、ポンちゃん。ポンちゃんも起きてきたか。ずっと箱で顎乗せしてたよね。ポンちゃん。ポンちゃん。朝の4時過ぎからずっと私の足の上で寝ておりました。はいはい、じゃあご飯行ってくるでいい。なんだ、ここにいたのか、ポンちゃん。はい。はいはい。はい。ポンちゃん。はい。ポンちゃん。はいはい。はいはいはい。ちゃんくん、なんか後ろからも追いかけてきてるよ。あ、ばあちゃん。ばあちゃん。人を呼びつけといてね。スリスリしとるよ。ポンちゃん、スリスリしてるな。なんかね、ポンちゃん。新しくもらったお花とですね、古いお花をちょっときれいにしてここに集めようと思っています。これもバラバラにした方がいい、ね、バラバラにしちゃうの。これなんかあれなんで潰せるようになってるんだね、うん、ただ飾るときにはやっぱりそれぞれ。これをね、よく使えるんだよね。うん、赤ね。外れちゃってるやつをね、本当はピッてやればつけられるんだけどね、うん、あれない
あ、もう違うな。なんかもう一個なかったっけ？同じの。昨日はどうだっけ？ない。あ、これもちょ。あ、これも一本だったんだね。うん、なんか違うお花とつながってる感じです。チューリップが意外と頭が取れるので、なんかジャンプとポンちゃんが寄ってきた。これは違うか。このバラ好きなんだよな、私。なんかでも、だいぶ汚れてきちゃったね、なんか色が、うん、色が焦ってきちゃうとか、花びらが開いちゃうね。この丸いやつ、かわいいよね。これ、首だけになってるのね。入っちゃったのかな。たまに掃除機がズボって何か吸ったことがあったりしたな。そういう感じ。これもいい色だね。紐で遊ぶんですけやり方や使い方のアイディア満載。なんかホームページの飾り方と使い方のアイディアを載せている。いいね。うん、水に濡らす。これも先が、先が一つ足りない。なんかどっかで見かけたよ、私。それこれ、これポンちゃんと一緒に映せません。ポンちゃん、もうちょっと巻いてごらん。これ何？これはチューリップの葉っぱ。あ、葉っぱ取れちゃった。これはね、取れるともうつけられないんだ。そっか。まあ、葉っぱだけで飾ってもいいね。はい、出来上がり。数日間の後にはきっと使われると思います。はい、雨の日も飾ったらさ、あれかな、今日がちょっと雨降ってて、あの日よけの意味はないけど、綺麗ではあるけどね。日よけの意味じゃなくても、なんか窓ガラスが濡れて、まあ結構な分量になったので楽しめます。